高騰を続ける中国の不動産価格、最近当局は不動産税、つまり固定資産税の試験導入を決定しましたが、専門家は不動産市場の歪んだ構造こそが原因で、低価格の住宅を大量に提供すべきだと指摘します。北京、上海、深圳などの大都市に続き、地方都市でも不動産購入の制限令が打ち出されました。福州大学の劉福泉教授は、この制限令と不動産税でも住宅価格は変わらないと言います。主一旦市场有这种反弹要求的话，限购令你管不了太大的作用，只不过是增加一些交易成本而已，征收房地产税的试点，毫无道理又不合法。每次调控都是政府增加了自己的税收收入，别的什么目的都实现不了。また何度も不動産市場の抑制策を打ち出しても何ら効果がないと指摘。住宅価格を下げるには政府による低価格の住宅提供が重要だと述べます。大陆的这个房地产市场，房价过高背后掩藏的是结构失衡。现在市场各地供的房子都是豪宅，没有这个中低端的产品。中低端产品只有政府提供的经济适用房和保障房，这部分政府的供应又非常有限。中国科学院予測科学研究センターは22日、2011年中国経済予測及び展望の年次報告書を発表。今年の中国の住宅平均価格は 12.77% 上昇すると予測しました。新唐人テレビがお送りしました。